はい、未だ収束を見せないと申し上げてよろしいでしょう。日本学術会議問題、会員候補6人の任命をめぐる騒動は実は大きな問題をかえって浮かび上がらせることになりました。今回は以前からその警鐘をその点、鳴らされていた門田隆昌さんに、日本学術会議と、そして日本人科学者の中国へのいわゆる頭脳流出問題についてご解説いただきたいと存じます。まずは、門田さんが先日ご出演になられたテレビ番組で、日本学術会議のこの度任命を拒否された岡田雅則早稲田大学大学院法務研究科教授がこのように発言されていました。おさらいとして見ていきましょう。こちらです。兵器のための技術を動員するのは時代遅れ、目には目ではなく国際社会に訴えかけるのが自衛。これ加藤さん、いや、これ現場はで、ね、岡田先生がそれ言ったんだけど、任命拒否されましたけど、岡田先生が言った時にちょっとびっくりしましたね。びっくりしたね。いや、これ平和を唱えてたら平和が続くと思っている夢見る人たち、ドリーマー、そのものじゃないかと思いまして、ちょっとびっくりしましたね。堂々とテレビで言ってましたからね。これ私もツイッターに書いたんですけど、この人は自分がなぜ任命されないかを証明するためにテレビに出てきたのかと。ツイートしてたね。つまり自分がどれだけバカかということを、ね、証明するためにテレビで喋ったかと思いましたよね、あれ。ちょっとそのあまりにもちょっとまあ、お花畑的なこと、この言葉だったので、あれ言った時びっくりしました。あれを彼がこのあの発言をした時、スタジオの空気はどんな感じになりましたかね。シーン。でも本当にリアルにカエルの楽園に出てくる、そうですよね、ですよね、はい、人物というかカエルみたいな感じですよね。でこの岡田氏の発言趣旨とですね、全く同じことを主張されているのが、某政党の機関紙だということなんですが、参考までにそちらもね拝見しましょう。こちらです。新聞赤旗、憲法の平和原則に立ってという記事で、憲法の平和原則と学問の自由を守る立場から、戦後の学会と大学が培ってきた軍事目的の研究はしないという決意を、全ての研究者の自覚へと高めることが強く期待されます。そうした中で、大学の研究を軍事に利用させないため、軍事研究との関係は一切持たないことを含めて明確なルールを作るべきですと。いや、これがね、はい、5年前の記事です。ずっとだから、その日本学術会議に大きなまあ影響を与え続けたまあ共産党、まあ、その今回の問題は共産党問題と言っていいですよ。はあはあ、で民主主義その科学者協会というのがあってですね、これはまあ共産党のまあ下部組織なわけだけども、もう明確に、この人たちが入ってるわけですよ。そして大きな影響力を及ぼしてますので、その民家、まあ、略称民家なんだけども、民家、要するに共産党の影響力を、まあ、削ぐためですよ、これは。今回の任命拒否ははっきり言うと、ね、だから、その民家の方々の言うことと、まあ、そのこの新聞赤旗、の言ってることは全く同じなので、まあ平和ボケというか、その平和が実際に本当にそれで平和になっているのか、それとも中国を利するために、言ってるのかは、これはクエスチョンですよ。はい、その点も見ていきましょう。ちなみにですね、大西隆元日本学術会議会長が、このようにも発言されているようです。そちらも見ていきましょう。指摘されている問題について、学術会議は中国の軍事研究に全く関わっていない、日本の科学者が中国で研究していても学術会議とは何の関係もない。いや、これもびっくりしましたよ。はあ、私はね、2015年にそのこの大西先生がその中国の科学者協会とこれを覚書を交わして、中国との研究者の交流にお墨付きを与えたわけです。でそれで関わってないっていう言い方、これはその要するに学術会議がお互いシンポジウムをまだやってないからという意味でまあ言ったんだと思いますけど、この覚書によって安井にも大量にあって日本の魚を取ってるのは、どこが友好国ですかね。何をご覧になられているんでしょうか。いや、それでね、その先ほどあったその JST、 これまあ科学技術振興機構なんですけど、これと中国科学技術協会、これまあ去年の6月かな、6月にもシンポジウムをやってるんですけど、それがまた問題なわけです。去年6月、これなんかあれがありますかね。ですよね。
なければ私がこれ、はい、言うて言うて、要するに、これ私あの経済産業省のホームページに、この外国ユーザーリスト、はい、これがあの経産省がこれ出してるわけですけど、はい、これ何かというと大量破壊兵器、これに、かかるキャッチオール規制、要するに、大量破壊兵器にこれ関わってると思われる、はい、国団体、組織、学校、はい、そういうものを全部リストアップしてるわけですよ。でこれには、はい、あの気をつけてください、まあ、簡単に言うと、関わらないでくださいというリストなんです、ブラックリストですね、はい、そうすると、これがね、中国っていうのはこれの中のものすごいページ割いてましてね、中国ここから始まるんですけど、ナンバー398からずっと始まるんですけど、一体何ページあるかというと、これだけありまして、で69団体、そして学校とかが69 あるんです。でその中で、その日本の科学者がどん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 これに協力をしてるわけです、はい、例えば北京航空航天大学、これがナンバー412、これはミサイル開発をしてるので、関わらないでくださいということを、経産省はもうこれユーザーリストに載せて警告を発してるわけです、なるほど。加藤さん、すいません、お話しましたんですが、ちょっとじゃあモニターで押さえましょうか。はい、はい、証拠として上がってる、はい、あこちらですね、外国ユーザーリスト、はい、まずおさらい的に、経済産業省が指定している外国ユーザーリストですね、大量破壊兵器を作る可能性のある国や組織を挙げて接触に気をつけるよう警告を鳴らすブラックリストであるということですよね。そして、出ますか、はい、モニターですか、はい、こちら、科学技術振興機構 JST は技術指導を、先ほど加藤さんが触れられましたが、これシンポジウムで、これ野より先生、ノーベル賞受賞者、これがあの研究開発戦略センター長をやってるんですけど、わざわざ中国に行って技術指導をシンポジウムをやってるわけですけど、そこにその研究者がどんどん中国から、あのもちろん参加しますよね、はいはい、そうすると、HIT といって、ハルビン工業大学、そして北京航空航天大学、これが412番と、はい、それで、このハルビン工業大学は433番、両方ともブラックリスト入りしてるわけですね。ミサイル開発をしてるところだから協力しないでくださいというところです、それがあの入ってきて、はい、一緒にこのシンポジウムもやりと、そして千人計画で日本の、大学教授で体感した人が北京航空航天大学で実際に教壇に立ってて、そして、中国人を教えてるわけです。はあ、うん。だから日本で軍事研究はしちゃいけないと言いながら、経産省のユーザーリストに載っているこういう組織、大学で日本の科学者は研究をやり指導し、教壇に立っている、うん、教壇に立っているという、はい、そういう実情がありましてね、それがこの週刊新潮がその千人計画、中国千人計画っていうふうにこれ、はい、3週にわたって特集したんですけど、ここにまああのこの北京航空航天大学で実際教壇に立っている人も捕まえて、その人の話まで、あの載せてます、だそれが日本の科学者の実情なんです、はい、要するにそれが自分たちの子や孫、まあ、自分も含めてですよ、はい、そういうものの命の危険に自分が加担しているという意識が日本の科学者はないんですよ、はい、自分の研究を進められればそれでいいということでやっているので、だからその先ほどの大西先生の、あの関わってませんみたいな話をするんですけど、いやそれ交流にお墨付きを与えたら、それはいくらでも交流 しますから、そうですよね、はい、そういう実情が今あるということをぜひ知ってほしいと思いまして、はい、あの週刊新潮の記事を読んでますと、北京、中国でね、そういう軍事研究、結果的に軍事研究、あるいは中国のところでやってる学者たちがですね、はい、まあ能天気ですよね、うん、
本当にね楽園だなんて楽園やだってもうたくさん給料くれるし、ね、もう好きな研究できるし、もう中国楽園は言ってほんでしかもねお金もいいわけです、ね、そういうことを週刊新潮記者にね、うん、もう危機として喋ってる感じしますよね。これがね、7月から取材をしてるから、今回の問題が起こる前にすで、に話を聞いているから、結構本音を話してるわけですよ。それでその今楽園というのは、百さんの言った楽園というのは何かというと、日本でその教団、教授をやってると大学のこととか、いろんなそのことで煩わしくて研究に没頭できないんだけども、中国に行ったらもう完全に研究に没頭できるということで、それで楽園ですよっていうことをこのコメントとして実名で話してるわけです、言えちゃうというね、さあこのようなことが、あと一つね、あの先ほど経産省がですね、リストを上げて接触に気をつけるよと、これ何の力もなりませんよね、はっきり言って、接触するなやったら分かりますよ、接触に気をつけるよって、こんなもん、もうほとんど、いわゆる制約の力ないですよね。いや、ここがアメリカと日本の違いで、あのアメリカは今年の1月28日、武漢が封鎖されたのが1月23日だから、それも間もなく、何をやったかというと、あのチャールズ・リーバーというハーバード大学の教授で、そのナノテクノもう世界の第一人者です、これ逮捕したんです、司法省が。何かって武漢理工大学で、その機密研究に関わっていたわけなんだけど、これがその嘘をついたと、要するに国防総省とかのその話し合いの中で、その契約がない、中国と関係がないということで嘘をついたということで逮捕してるんですよ。それがまたすごいですよ。あのメールから、メール傍受で、それでこの証拠があると、武漢理工大学とこんな契約交わしてるじゃないかっていうことで逮捕してますから。だからそれをやったら日本だってできないわけですよ、そういうことをやれば。メール傍受、あるいは電話の登場も日本は法律はできませんからね、まあ、あの方法はともかくとして、そのそういう中国といろんなことをやることが、まず法律、そういう罰則がないということね、罰則がないということで、規制する法律がないと、そして警鐘を鳴らさないと、もうあのさっき の, その岡田先生もそうだけど、大西先生も両方そうだったんですけど、あの本当に能天気なので、中国というものがどういうものかということをご存じなかったですね。愕然としました。そんな最中ですね、中国がとんでもないことをしていたというニュースが飛び込んできました、それがこちらです、どうぞ。はい、なんと嘉手納基地を標的に訓練疑惑というんですけど ね、甘粛省の砂漠地帯に地上絵を描き、これを標的にミサイルの発射訓練をしていた。地上絵は嘉手納基地の滑走路や燃料タンクの場所などと同じ位置、そして弾道ミサイルが着弾したような複数のクレーターも確認され、その命中誤差は10メートルから20メートルといった非常に高い精度のものだったということでございます。いや、これはもう三沢基地も横須賀基地もやっていてですね、でここで一番怖いのは、その今その日本人にとって一番怖いのは、防ぎようのない、ミサイルが今もうできていて、なるほど、それがその AI 搭載の自立型、自立の率は律するなんですけど、自立型巡航ミサイルといって、そちらも見ていきましょうか。どうぞ。それも出てますかね。続いて出ます。加藤さんがこのニュースの裏にある点としてご指摘されている点がこちらです。中国のミサイルは AI 搭載の自立型巡航ミサイル、これになんと日本の AI 技術、自動運転技術が生かされてしまっているわけですね、日本人科学者が中国の専任計画に応募し、中国のいわゆる国防七大学と呼ばれる研究機関で、研究した結果でもあるわけですね。その世界の自動運転技術のトップを走るトヨタ自動車が今、中国の清華大学、習近平国家主席の母校と言われる清華大学で共同研究、これはね、昨年4月にね、清華大学トヨタ連合研究院っていうのを作ってるわけです、だからここでそのいろんなものを共同で、トヨタ自動車が研究してるわけです、そうすると、その AI も含めトヨタっていうのはやっぱり自動運転技術を持ってますから、そうすると自動運転技術って何かというと、このいろんなそのものを電波を出しながら、
そのこれは信号、これは歩行者、これは対向車っていうのを全部見ながら自動運転できるわけじゃないですか、はい、それは何かというと巡航ミサイルに応用できるわけですよ、うん、そうすると、そのみんなその GPS でその誘導してきてそれで当たるもんだということでみんな GPS の妨害電波を出せば、これが防げるだろうと思ってたら、それはこの今言った AI 搭載の自律型巡航ミサイルというのは GPS をしても関係ないですから、AI が自分で判断して、そしてレーザービームを出しながら、その地形を見てマッハで飛んでくるわけです。で飛行あの高さ高度10メートルのところで来ますから、レーダーにも感知できない。それがブーンと飛んできて当てるわけです。だからその嘉手納基地のそのを模したその向こうの訓練、射撃訓練なんかもにしても、司令官室、タンク、あの燃料タンク、でそこを正確に当ててるわけです。だからそれが自律型でやってきますから、これだからもうあの折島さんなんかもうこれここあの虎ノ門ニュースをこれターゲットにしたらボーンってここ飛んでくるわけです。だからそういうものを向こうはもう開発済みなんです。そこに要するに日本の技術が満載されてるということです。はい。うん、そのぐらい日本の科学者が向こうに協力するということは、私たちの命の敵になっているという認識を持ってほしい。だから、はい、菅政権がなんで日本学術会議のこの問題を持ち出してきたかっていうのは元はそこにあるわけです。日本の国民の命を守るために学術会議の応募はもうこれ以上は許さないということを、はい、あの出してきたのが今回の任命拒否問題です、はい、重ねて昨日今日の問題じゃないということを吟味した上でですね、はい、何よりも門田さんが懸念される問題がこちらです。どうぞ。若手研究者の貧困化と日本のノーベル賞の危機とありますが、中国の千人計画を特集した週刊新潮の記事では、中国に招かれ研究をしていた学者がこんな本音を漏らしていたというんですけれどもね、こちら見ていきましょう。どうぞ。中国の科学技術研究に注がれる予算が22兆3998億円。これが2016年時点で日本の6倍以上ということなんですね。学者はネイチャーなど一流紙に論文が記載されると1500万円の報奨金が支給されると。千人計画に採用された時点で1500万円。5年分の研究室の運営費5000万円が支給と。いやもう向こうのね、その、あのこちら側の貧困、要するに大学院出ました修士、はい、博士取っても、その就職もできないし、なかなかその自分の思い通りの研究もできない、はあ、それで家庭教師、はい、塾講師、コンビニのアルバイト、それをやりながら、はあ、自分の研究を続けなければいけないという貧困が日本の若手科学者なわけですよね。そうすると今みたいに次々とお金を向こうが出してきますから、そのこのやっぱり全然その待遇が違うわけですよ。それでね、あの中国のすごいところは、そのこの軍事技術の中のこの部分が足りないって言ったら、その部分の専門家を探してきますから、探す力、そしたら企業の、例えば東芝なら東芝、日立なら日立、三菱重工なら三菱重工、はい、そういったところのこの研究者がこの技術を持ってるとなると、この人に直接アプローチかけてきますから、そうすると6000万円、年俸6000万でどうですかとか、はいはい、実際にそういうのがあるんですけど、まあ、実名は言えませんけど、そういう6000万円でいかがですかとか、そういうので引っ張っていくわけです。軍事のヘッドハンティング。あ、そうです、そうです。だから、あのそういうふうにして細かいその中国共産党の情報収集力によってピンポイントで引っ張られていく、そしてまあ、あのその若手 の, その研究員の貧困さはそれとは、まあ、日本 の,、まあ、あの脆弱さの一つとしてそれがあるわけだけど、もう研究をこの重ねてきた連中も全部抜かれるし、そして、そういう若手も、はい、あのこの千人計画で行った教授が向こうに連れて行ったりもするし、もう日本はもう丸裸になっているという実態ですね、はい、その中国が目論むノーベル賞大国への道というプランがこういうことになっているそうです。
外国人の論文でも中国の研究所や大学初の論文として発表させようとしている。日本の研究者は自分の研究結果が論文になればいいと思っているので、別に中国から発表されることは特に気にしていない。はいはい、これもまあ、あの新潮が書いてましたね。要するにね、そのこの共産主義圏、共産主義国では、イノベーションは起こせないって言われてたんですよ、ずっと。はい、うん、それでそれがもうできるだろうって今なぜ言われてきたかというと、その日本、そして欧米からどん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 引き抜いてきて、それをやって徹底的に教育してる。そしてウミガメといって、外国に留学させていたこのウミガメが、ウミガメってほら基礎本能ですから、その中国人が帰ってきて、それでそれが300万人って言われてますから、そのぐらいのこの力を入れてやってるから、もうすぐその日本はノーベル賞がなくなって、中国はもう連続してどん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 取っていくだろうと、毎年ね、そういうふうに言われております。百田さん、ここまでご覧になられていかがですか。いやー、恐ろしいよね。中国はだからそれを何の目的でやってるか言ったら、世界平和とか人類の生活の向上ということじゃなくてですね、福利厚生ということはね、世界を支配したいという目的のためにやってるところあるんでね。ですから、まあ先ほど言いましたように、この前半で言いましたように、その明日の、アメリカ大統領選が重要なんですよね。そういうこと、めちゃくちゃ重要です、ね。はい、改めて先ほど門田さんのお話にもちらっと出ましたが、若手研究者の貧困化の問題ですね。それをおさらいで見ていきましょう。どうぞ。はい、押さえておきましょう。非正規雇用の採用が増えている。講義は1コマ5000円から1万円、報酬ですよね。準備と自分の研究で週5から6コマが限界となると、月収がこのような額になってしまう。突然次年度の契約を打ち切られるケースもあり、塾講師などのアルバイトをやりながら研究を続ける人のケースも見られている。国から援助が出る科研費に応募する方もいるんですが、何年経っても採用されない場合があると。いや、だから、自分の子供を、折島さんもさ、百田さんも、はい、自分の子供がその研究室に残って研究を続けたいって言っても、いや、それも就職もできないし、未来ないからやめとけっていうことに親としてはなるじゃないですか。だから、まあ、うちの息子は出来悪いから無理やけど、ただうちの息子の友達が見てたらね、やっぱりその家がそれほど裕福じゃなくて、ものすごい優秀で、実は院に行って勉強したいやつ持って、ところがやっぱりね、そのやっぱ働かなあかんから言って、その優秀な子は院に行けなくて働く子もおるしね。やっぱりそういうのは。ほんで、ところが一方でね、それで理系離れ後ね、それで前に一回ここで言ったんですが、中国からの留学生にはね、院に行って、その、日本政府がその留学生に金出したりしてるからね。こういう現実おかしいよね。日本人がもう金ないから、授業料払えないから院を辞めたり院を諦めたりしてるのに、なんで中国の留学生にその生活費まで与えんねんと。だ、日本政府ももうほんま頭悪いよね。今能天気ですよね。いや、だからその中国っていうのは、あの文化大革命を思い出してくれたらいいんですけど、要するに 知識層を粛清したわけですよ。それで全くその知識層が粛清されたので、もう荒野となってしまったわけですよね、その頭脳的な面で。それを日本と国交を正常化し、そしてどんどん呼んでくる、そこで味を占めて、だからその盗む、招く、買う、この三原則で、この盗む、招く、買うの三原則で今の地位を築き上げて、でそれに未だに日本は気づかずに、科学者が能天気に協力して自分の命を危うくする、自分の子孫の命を危うくするというのが現状です。それが現状に今なってるわけで、それに対して、まあ、一石を投じたのが今回の日本学術会議問題です。はい、そういうことになるんですね。みすみす何を差し出しているのかっていうことなんですが、日本の英知が中国に流出してしまうことで、ノーベル生理学医学賞を受賞した東京工業大学名誉教授の大隅義則さんはこう嘆いておられるそうです。どうぞ。大隅さんのコメントです。このままいけば日本で活躍の場がないからという理由で、基礎科学者が中国に流出することが今以上に増えていくと思います。中国は今ほとんどノーベル賞の受賞者がいませんが、これから先は基礎科学の分野においてもどんどん出てくると思います。先ほど門田さんのご指摘にもあったことも、ね、まあ、繰り返しになりますが、はい、全くその通りだと思います。
今年も中国なのか、はい、またかまたかになって、日本はどうしたんだって言われるようになりますけど、それはもう、ね、これはもう日本のこの政府、そして私たち国民がこれをずっと置いてきたままにしたから、はい、そうなっていくわけです、誰が種をまいたのかということになりかねませんが、はい、門田さんが警鐘を鳴らされている日本の大学の問題についてちょっと見ていきましょう。どうぞ。毎年 1% ずつ文部科学省が国立大学に支払う運営費交付金を減らしていると。10年で大学の予算は 10% 削減、教授ポストも10人に1人ずつ削減、全国の大学で准教授助教の承認が極めて難しくなっていると。いやこれね、北大名誉教授の奈良林先生がこのことをもう非常にそのこのままじゃダメだよっていうことで、はい、2,3 週前に言論テレビで私一緒に奈良林先生と番組に出たんですけど、桜井よし子さんの、うん、もう奈良林先生はもうこのままでは、で勉強するのだね、アホみたいに古文とか漢文とかね、世界史とか勉強せなあかん、それは無駄なんですよそれね。でしかも大学に入ったらね、はあ、2年間教養言うて、全然役にも立たないような教養の期間2年間だからね、だからある意味で日本の学者すごいな思って、つまりそんなハンデをいっぱい背負わされて、大変なハンデを背負わされて、それでもノーベル賞取るんやから、専門も、ね、だってね、1970年代80年代ノーベル賞を取ったような学者はですね、あれみんな1920年代30年代に、はい、とてつもない研究したやつが、30年40年後にノーベル賞を取ったり多いんですよ。ほんでね、そうやって見てみたら、彼らのすごいのは、もうその研究いつやったんやったら、16ぐらいの時やってるとかね、17、18の時にもう、もう後の30年後40年にノーベル賞を取るような、そういうのもやってるんですよ、ね、例えばドイツのハイゼンベルクなんかも、あれもう20歳以前ぐらいの時ですよ、量子力学の人もやってたね。だから本来学者というのは本当に特殊な能力を持っているやつは、そういう飛び級してもいいんですよ、とか日本式平等主義でその共通意識やるとかね、そんな無駄なんですよ。だから、まあ、低気に抑えるのが日教組教育の基本でしたからね。そうそう、はい、戦前は違いましたよね。そう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 、だからね、本当に戦前はほら飛び級がありましたから、うん、だから4週とか、はいはい、4週、いわゆるその5年生を飛び越えて高等学校へ行くってやつですよね、うん、だからそういうのがありましたけど、もう戦後はもうそれ一切なくなりましたから、もう悪しき平等主義なんですよ、うん、はい、千葉大学でそういう試みにあったような気がする。いやほんでね、その人も、ね、その人もね、うん、京大出てすごい優秀で、まあ、名前ちょっと忘れちゃったらごめんね、山本なんとか言ってたけど、うん、まあ、ノーベル化学賞を取ると言われてるんですが、その人は奈良中奈良高やったんですが、やっぱりね、自分が数学とか物理がすっごい好きで、そればっかりやっとったから、最初の年は京大を押した言うんですよ、他の科目、ね、他の科目ができへんかったから、無駄でしょこれ、無駄です、うん、そういうのをね、集中して養成するっていうのもね、うん、国策として見直されなければならないかもしれません。はい、ということで今回の火曜特集、何かメールいただきましたので、せっかくですから読ませていただきましょうね。ニューヨーク在住のものです。今日用事があっていつもはあまり行かない5番街やタイムズスクエアのあたりを、歩きました。以前暴動がひどかった時と同じように、あらゆるお店が暴動で壊されないようにするためにショーウィンドウに板を打ち付けて守る。これはね、トランプさんが、再選された後に、はい、いわゆる反トランプが暴れ回ると言われてるんですよね。そうなんですか、うん、そんな工事をいろんなところで急ピッチで進めていました、はい、明日は外出せず安全に家で過ごそうと思っています。簡単ではありますが、今日のニューヨークの状況報告ですという30代女性の方だそうです。怖いですよ。写真見ましたけどね、ショーウィンドウにもう板を張ってますよね。だからもう、まともな国じゃなくなってますよね。いやだから大変なことになってますね。この、まあ、分断分断ってよく言うんですけど、うん、暴力的なことをやってるのはどこかと、まあ、アンティファがよく出てきますけど、暴力的なのはどちらかというと、あっちですよ。地の方リベラですね。あっちの方です、はい、ということで、はい、先ほどの百田さんがご紹介されたノーベル賞に近いと言われている方、うん、中部大学教授の山本久志さんですね。中部大学教授の山本久志さんで検索されてみてください、うん、ということで改めまして今回の火曜特集、今回もヘビーでしたね。
日本人科学者の闇と題してお届けいたしました。あと山本久さん言ってたけど、はい、学術協会は、政府から10億円学術会議、ね、学術会議が政府から10億円もらってますよね、でアメリカにはね、